めちゃめちゃ暑い。ヤッホー、久しぶりー。フランスで会った。え、今日最終日だけ来たの？そうです。え、このためだけに？そうです。マジで？で、来てまた帰る。やば。え、日帰り？夜行バスで。あ、そうなんだ。え、夜行バスでフランスだけなのね。いや、大阪から。あ、大阪に今帰省しててってこと？そうです。あ、なるほどね。びっくりした。フランスからここまで来てまたすぐ帰るから。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。シンシンっていうラーメン屋さんに来ました。いただきます。うん、うまい。全然コテコテしたスープじゃなくて、とあっさりめのしっかりした豚骨の美味しい味がします。うまい。はい、ということで無事玉流儀終了いたしました。もうめちゃめちゃ面白かったです。やっぱ勝ち抜き戦最高ですね。めっちゃ面白い。もう僕が一人でね大盛り上がりしてたんですけれども、ということで早速ですね結果報告の方からしていきたいと思います。まず男子優勝ですね、熊本県九州学院高等学校、それから準優勝長崎県長崎南山高等学校、そしてベスト4が工科大学附属大濠高等学校さん、それから佐賀県の宮城高等学校さんですね。そして女子の部がですね、優勝福岡県中村学園女子高等学校さん、準優勝大分県明豊高等学校さん、そしてベスト4がですね青森県の東義塾さん、そして熊本県の菊池女子高等学校さん。本当に選手の皆様お疲れ様でした。今回ですね、今年もですね福岡市総合体育館、僕たちとはちょっと違ったんですけど、僕たちマリンメッセだったかな、ですが去年僕も行かせていただきましたけれども、テリハ積水ハウスアリーナで開催されました。で、去年は確か人数制限かなんかがあって、だいぶね観客席まばらに空いてたんですけれども、今年はもうめっちゃ満席。満席どころかですね、もう立ち見の客がいっぱいみたいな感じで、ちょっと観客席足りないんじゃないのっていう感じのですね、盛り上がりでございました。そして、会場は結構涼しいっていう風には聞いたんですけれども、2階観客席はもうめちゃめちゃ暑いです。応援していたらもう汗ブワーって出てくるくらい暑かったので、もう少し冷房効いてほしいなっていうのが、まあ僕個人的な感想ではございますけれども、まあそんなことは置いておいて、まず試合の感想からちょっとお伝えさせていただこうかなと思っております。まあ、女子もですね、もう中村学園さんもこれは圧倒的ですね。もうこれどうやったらこんな風に動けるんだろうって僕は不思議でたまらないんですけれども、足さばきだったりとか打突力の強さだったりとか、なんかね他の女子の試合を見ているのと全然違ったですね。本当にどうやって動いてるのって不思議でしかないんですよ。まあ、もちろん練習はたくさんやっているんでしょうけれども、なんかねもうキレッキレぐらいがもう全然違う。もうそれぐらい僕はすごいなっていう風に思いました。で、準優勝の明豊高校さんもね、すっごい足さばきとかもすごい徹底していて、打突力も強くてですね、ほんとどちらが優勝してもわからない、そんな状況だったんですけれども、すごい面白い試合でございました。そしてベスト4にですね、以前 YouTube でも紹介させていただいたんですけれども、菊池女子高等学校さん入っててね、それもめっちゃ面白かったんですよ。ベスト8掛けかな？僕がですね、ちょっとベスト16ぐらいからしか見れてないんですけれども、筑紫大高校とね、対戦してて、もう筑紫大って言ったらもう福岡のめっちゃ女子強いところじゃないですか。で、そこでかなり抜かれてきて、最後ですね陸上の大将がですねもうめっちゃ抜き返していくシーンだったりとか、それがですねその次の試合の日体大火戦も同じような感じで、ちょっと前が抜かれてしまって大将が抜き返すみたいな、もうこんな感じでですね、もうすっごいなと思って、何試合してんだみたいな感じで本当に大盛り上がりしておりました。ずっとなんか菊池女子のところに行って僕応援してましたからね、最終的には。男子の方はですね、九州学院高校さんが優勝したわけなんですけれども、もうね九州学院さんずっとこう札がきつかったんじゃないかなって僕個人的には思っております。決勝戦はもちろん長崎南山高校さんきつかったと思うんですけれども、それも前もね福岡大学附属大濠高等学校さん、その前も大分県明豊高校さん、もうねこれどこが決勝戦でもおかしくないような試合パリ札ですね。めっちゃきつかった。その中での優勝すごいなって僕感動しましたね。長崎南山高校さんもですね、その前は宮城高校さんですよね。宮城高校さんも以前鹿児島のですね大霧島記でも紹介させていただきましたけれども、北原選手めっちゃ強いんですよ。で、今回もめっちゃ強かったです。宮城高校さん倒して、その前はですね福岡第一高校さんですね倒して、もうやっぱりねどこも強いところ同士が最後は当たるんで、もうね札がめちゃめちゃきつい。やっぱその辛い接戦を乗り越えてのこの頂点っていうね、どこの試合見ても面白いんで、僕もっともっと目がたくさん欲しいなって思ってました。1個しか見れないんじゃないですか、ね、他のところ見たいけど、やっぱこっちで見たりとかこっち見たりとかもしてて、もうめっちゃも
っとなんかゆっくり全部見たかったなっていうのが今回の思い出でございます。で、優勝からですねベスト4まで全て男子は九州ということで、このどこが違うんだろうなと思ったら、もうやっぱりね僕見てて思うのが圧倒的な足さばき、これに尽きるなって思いましたね。打突力とかももちろんそうなんですし、間合いの作り方とか打つポイントだとかっていうのももうみんな上手いんですよ。まあこれはどこも上手いんですけれども、やっぱ九州の方々ってもう足さばきめちゃめちゃ早いし、どこ行ってもどこに行っても打てる足さばきだし、下がっても打てる、前に行っても打てるみたいな、もうこの使い方がもう徹底的になされてるなっていう風なことを僕正直思いました。というところでですね、私も今回の玉龍旗を機にもっともっと足さばきの強化必要だなって、これ多分ね以前からもうこうなんかの大会に出るたんびに言ってるんですけれども、足さばきね一番きついんですよ。きついですし、習得するのにすごく時間かかる。ただ前に行けばいい、ただ後ろに行けばいい、ただ右に行けばいい、ただ動かせばいいとかっていう、そういう問題じゃないんで、めちゃめちゃですねトレーニングの方法だったりとか相手に合わせた動きだったりとか、ただ動かせばいいっていう問題じゃないんで、めっちゃ難しいんですけれども、そういった意味でですね下半身の強化をもっともっと僕自身もしていきたいなというふうに思っております。そして最後にですね、写真撮ってるシーンとなんとベスト4の宮城高校さんインタビューさせていただきましたので、その長いちょっと僕がねベスト4の宮城高校さんにインタビューしていいものだろうかと思って緊張しちゃって、なんか圧倒されちゃってたんですよ。なのでちょっとカチカチのインタビューなんですけれども、それも見てみてください。どうぞ。グループ見て何がすごかった？速さが違った。ああ確かにそうだね。チームはどこが強かった？九州がありがとう、頑張ってね。極力お疲れ様でした。3位っていう悔しい結果だと思うんですけれども、今のまあ気持ち教えていただけますでしょうか？とにかく悔しいっていう気持ちが一番なんですけど、はい、まだインターハイが残っているので、インターハイではしっかり力を出していって優勝したいと思います。そうですね、確かにまだインターハイありますよね。大金島県の時にちょっと一回 YouTube で出させてもらってるんですけど、見たことありますか？はい、いやもうすごい身長でかくて、でかい上に細かい技めちゃめちゃ打ってるじゃないですか。あれって結構練習してるんですか？練習してる部分もあるんですけど、試合中はこう狙ってっていう感じじゃなくて自然と出る感じ。なるほど、じゃあこの悔しさをバネにインターハイも頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。皆さんお疲れ様でした。どうですか今日の全体玉龍旗見ての感想どうでしたか？まだまだ自分たちに足りないところがあったので、インターハイでこの悔しさを前に優勝目指して頑張りたい。絶対勝ってください、はい、応援します。すごいね、みんな強かったですよ本当に。どこまでしてます？はい、強かった。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。はい、ということで急なインタビュー本当にありがとうございました。次のですねインターハイ頑張ってください、心より応援しております。玉龍旗今回なんですけれども、ちょっと撮影がちょっと NG でですね、まあ、YouTube の私の個人の力ではまだまだですねお届けすることができない、こんなにも面白い試合をもう皆さんにもお届けしたくて、ただ試合見るだけじゃ面白くないと思うので、もっとですねこの試合はここが見どころなんだよみたいなところもお伝えしたかったんですけれど、まだまだですね僕の力不足ということで、次はですね、まあ、撮影できればしたいなっていう思いと、もうできないならもう自分もねこういった大いに盛り上がるような大会に作りたいなと改めて思いましたので、僕自身の挑戦もですね続けていきたいと思っておりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。ということで2023年のですね玉龍旗、皆さん本当にサインとか写真とかねたくさん撮っていただき本当にありがとうございました。まだまだですねこれからも一生懸命頑張っていこうと思いますので、梶谷氷河剣道チャンネル、これからもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。